ゾッキー。ナマステ、大橋ルーキさんの大ファンの竹中直人です。コップンカー浜田孝之です。あおち斉藤匠です。なんか回ってきた感じですけど何も思い浮かびないですね。こんにちは、大橋ルーキです。お願いします。大橋さんの漫画ってもう一度見たら忘れない漫画っていうか、もう目に飛び込んできちゃったですね。あ、こんな世界がありなんだっていうか、でもそんな世界があるんじゃないかって思うような、結構背景がなかったりするところがあるんで、そこがこう委ねられてるというか、読者がそれぞれなんか小説見た時みたいに広げられる部分があるなぁと、うん、そうですね、まあ、極端に線が少ないので、似顔絵を似せるんであれば、やっぱりあのパーツの目とかのバランスが一番大事なのかなと、うん、あ、横書きだったのか竹中さんを書きます。じゃあ僕は斉藤監督を書きます。山田監督を書きます。よろしくお願いします。いけね、あ、俺忘れちゃった、先生のタッチこの感じだっけ。なるべく真正面から見たいです。ちょっとそのパーカー見せてもらっていいですか。そのひな形ちょっとそ初めてだ、俺似顔絵描いてもらうの。最高のキャスティングですね。よくこれだけの役者が集まってくれた。それとロケ場所の素晴らしさっていうか、最後の絵は感動しますよ。こういつも歩いてる道でもちょっと違うところを見てみるとか、いつも会う人でもちょっと違う視点で話題を振ってみるとかしたら、意外とこう世界って一気に広がったりするのかもしれない。初めてなんだけど懐かしい、味わったことのある甘酸っぱさだったり、苦さだったり、美味しさみたいなものがギュッと詰まっている作品になっていると思います。もっと似せれたと思うんですけど、ちょっとあーすごいわかる、すごいすごい。出れる可能性あるんですね、僕ら。ですね。なんか。お前さんもなんか、そうだね。出れなそうと思ってたよ、ね、勝手に。あれ書いちゃいましたよ。うまいっすね。本当ですか。そうなんですよ。ナマステ。ナマステ、斉藤匠。斉藤匠。いや、もう、初めてです。大橋さんの目を描くのは、もう目だけをポイントにしてしまいました。で、ガマゴーリの風景をイメージして山が、山が確かに口笛が吹かれて、おな、まあ、髪の毛いっぱいあって嬉しい。おなら両方から空気を出してていいっすよね。どうしもしたのなんか竹中さん犬っぽい。本当、なんだろう、あの飼い犬じゃないです、野犬。まあ、野犬そうです。野犬って言われるとちょっと意外に傷つくんです。僕はもうちょっとこれ逆に反省点なんですけど、パーカーを見すぎた。その山田監督よりはそのパーカーに寄せてしまったなっていうところが。グラムロックの人みたいな色気がある感じに書いてくれて嬉しいです。竹中さんもまず書かれてますけど、ヒゲがこうあるんで男性に見えます、はい、なるほど、確かに女性的になって髪型のこの髪の毛のいいそうですね。それちょっと嬉しいけど、はい、ちゃんと配慮も。もうこんだけ髪の毛あったら最高ですよ。もう続き。